どうもパヌサイです。お願いします。さあ今日なんですけどね、ちょっとですねある一つの、紹介をしたいと思いまして、うん、先日ですね私ポンズが無事に30歳の誕生日を迎えたということで、うん、何回も言うね、誕生日、はい、大事なんではい、その時ですね友人からですねあるものをいただきまして、今回そちらをね紹介したいと思います。で何ももらったかと言いますと、ザバーン、こちらはい、グスでガストカードでございます。何回も言い間違えるねこれ皆さんねご存知の方も多いと思うんですけど、こちらガストカード、はい、うん、これですね、これ何ですか、ちなみにこれはあのケアンズで、うん、使えるお得割引カードです。お得割引カード、そうなんですよこれですね、本当にねありがたいものをいただいたんですけれども、うん、どういったのがこの中にこれはその、まあ、ケアンズのレストランとか、うん、まあ、カフェ、うん、まあ、あのちょっとした、まあ、リテールっていうか、なんかその服屋さんみたいなのも、うん、まあ、本当に数点だけどあるのと、うん、あと、まあ、大きいのがツアー、うん、で、ね、そう、アクティビティでこの指定 の, そ の, このガストカンパニーに登録されているところで、うん、なんていうの、お得な割引を得られるっていう、なるほどなるほど、カードです。レストランだったら、なんかその2 for 1 ミールって言って、はい、このメインミールがほら、2個頼んだら1個の値段でいいよとか、うん、あとなんかそのフードのビルが、うん、まあ、20%、25% 効きますよとか、なるほど、ね、あとそのツアーに関しても、そのツアーカンパニーで 15% オフとか、まあ、大きいのは 40% オフありますということで、ね、25% オフとか、本当にね、お得なカードになりまして、そうそうそう、これは実際にでもアプリでも、あるとのことなんですけれども、うん、そちらですね、この携帯のアプリに入れておけば、まあ、どんなねレストランでの食事だとか、いろんなアクティビティでいろんなところに行けますのが割引になってますというのが全情報が載っておりまして、まあ、有名どころを、ね、軽く紹介していこうと思うんですけれども、うん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 、例えば、まあ、ディナーとかね、そうそうそう、夕飯食べに行くってなったら市内のこのエスプラ沿いで有名なところでいうと、このタフィッシュ、タフィッシュがあったりとか、ね、タフィッシュのメインが2 for 1ね、うん、2人分のね料金が1人分のねプライスで食べれますっていう、そうそうそう、ね、あとこの、あ、スピリッツオブケアンズって、うん、あのなんかクルージングとか ね、そうそうそう、ディナークルーズ船があるんです。こちらが 20% オフだったりだとか、オーカーレストラン、こちらも有名なねレストランですけど、そちらもトータルビルから 20% オフ、いいですね、いろいろありまして、他にもカフェですとか有名どこがね、そうそうそう、たくさんありまして、アクティビティでいきますと、これもね結構ねお得なのが多くて、スカイダイブ 15% オフです。どうですか、さき様がよければ私はやりませんあとスカイパークといってバンジージャンプですとか、あとミンジンスイング、そちらも 15% オフになっておりましたり、ボーリング、ボーリングもあるねボーリングがトータルビル 20% オフ、うん、ケアンズアクアリウム、私たちがこの前言ったねケアンズアクアリウムも 25% オフ、オフの入場ね。ただリテールショップもねいくつかありまして、コーヒーカフェとかもですね、うんうんうん、有名どころ市内だとか市内外のところにもですね、ワンコーヒーフリーだとか、そういったいろんなね利点があるということで、非常に、まあ、お得なカードになっておりますので ね、これがその、まあ、登録というかどうやってゲットするかみたいなのは、うんうん、そのあのアプリのところ、アプリを取って、うん、まあ、多分ウェブサイトに行っても大丈夫なんだけど、はいはい、登録をしてそのカードを購入します、ね、うん、でちなみに金額なんですけど、現状が39ドルの申請料をかけて、大体そこから郵便で届くということで、そうだね、で、受け取ってから、1年間有効なんです。ほうほうほう、はい、だから1年間の中でその1回使ったらその場所は、なんか1回きりの使い切りバウチャーだから、ね、何回もその使えるとかっていうわけじゃなくて、はい、でそれを1年間有効期限の中でこうどん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 使っていく、うん、結構急がないですよね。まあでもどうだろうねまあ正直さ、それこそワーホリーで来た子とか、そうだね、学生で来たりとか、うん、もちろんこのローカルで住んでる人もそうだけど、うん、まあなんかそのほら初めて来たりとかするとさ、うん、やっぱいろいろ行きたいじゃん。そうだね、食事もなんかこのレストラン行ってみたいねとか、うんうんうん、このコーヒーちょっと行ってみようよとか、うんね、あとはまあツアーもそうだし、そういうのとか参加してみようよみたいな、うん、絶対あると思うから、ね、金額的にだって39ドルって言ったらさ、そうだね、物によってはもっと1回使えばもう完全元取れて、あっという間に元は取れます。そうそう、せっかく行くんだったらね、ちょっと安くでも行きたいし、うん、ね、あのなんかいろんなところ試してみたいっていうのあると思うので、これはすごいお得なカード。そうだね、うん、まあ1年間で有効期限がちょうどワーキングホリデーの方とかにも
そうね、結構みたいで、結構地元民の方も知らない人もいるかと思いますしね、友達とも2 for 1が多いからね、うん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 、2人で行けたらいいかだと思いますけど、こちらカード使い方はじゃあどうやって使えばいいんですか？このカードは、まあ、レストランとかカフェとかに行くときに関しては、その、注文をする前に、あの、私このカード持ってます、このカード使いたいですとか、あと、まあ、事前に申請、例えばその予約する、例えばレストランで予約するときとかも、あの、一応このカードを使いたいんですけどとかって一言言えばそれで OK。で、そうそう、でツアーの申し込みの時とかも、あの、申し込みのタイミングの事前にこのカードを持ってるんですけど、どういうふうに予約したらいいですかみたいな。なるほどね。そう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 。そういったこと言っておけば、まあ、あちらで処理してくれるという、ね、ことになりまして、ちなみにこのカードの裏面にはですね、こういった感じでこの1から180までのこのカードの数字に振ってあるんですけど、おのおのね、そのリテールショップで、まあ、この割引を終わりましたよっていうサインで、この一つの数字をどんどん乗りつぶしていくような印になって、僕たち一回ね、こう見えるかな、一箇所だけ持つね、コーヒー無料でゲットしたとこがあって、一箇所ね、黒く塗りつぶされてると思うんですけれども、こういった感じでどんどん使った場所はね、黒くゴニョゴニョゴニョってね、ちなみに、あの、180って書いてあるけど、180箇所あるわけではないです。はい、まだまだね、180あるうちのうちで、まだ半分ぐらいにもないぐらいのね、数がこのアプリの中にありますので、これからさらに増えていく可能性があると、まあ、いう感じとなっておりますのでね、これから僕らも、急いで1年間かけてそんな急がなくてもいい使えるだけ使って得をしたいと、ね、そうだね、思いますということで、非常にね、本当にありがたいものを友達から今回いただいたということで、ファムサイ、これからね、こちらのガストカードを重宝して、はい、楽しんでいければなと思いますので、皆さんもですね、これからケアンズに、お越しの皆様やケアンズ在住の皆様もですね、非常にお得なこちらガストカードぜひとも手にしてみるのもいいかもしれません。今後もですね、ポンズ夫妻はですね、ケアンズの最新情報ですとか、我々ののんびり暮らしをお届けしていければなと思いますので、気になった方はですね、ぜひともチャンネル登録やグッドボタンの方もですね、よろしくお願いいたします。ということで、また次回の動画でお会いしましょう、はい、バイバーイ。